今生の別れになるやもしれん。ただ孫の顔を一目見ようと立ち寄ったまでだ。いかにお父上とはいえ、今は敵対する間柄、一歩たりとも城内に入れるわけにはまいりません。どうしてもとおっしゃるの？僭越ながらこの私がお相手つかまつります。真田幸村殿、折り入って二人だけで話したきことあり、大道峠山中の一軒家にて明晩お会いいたしましょう。私も一人で参りますので、くれぐれもお一人で来られますように。小松、これは紛れもなく姉上の筆跡。嘘か誠か、はたまた罠か。ん？いやー、おい、自分からこんな空き家に誘い込むとは相当なつきもんだな、おい。いや、近寄らないで、けだもの。けだもの、そうよ、人間裸になるな、立派なけだものよ。いや、お互いけだものになろうじゃねえかな。いや、いや、いやーん、いやーん、怖がらなくたっていいんだよ、子猫ちゃん。二人で楽しい夜を過ごそうじゃないの。やめて！それにしても、こんな時間の大道峠にこんな上玉の女がいるとはな。これも俺っちの日頃の行いの賜物、ご褒美だいね。感謝感謝、いただきます。いで！おえにく様、それ以上近づいたら大事なところを切り落とすわよ。面白い真似するじゃねえの。それじゃあ遠慮なく行くとするか。はよー。Man.
栗田新兵衛、お前が甲賀流のこいつは面白え勝負だ。日本疾風手裏剣、何のやるな。こっちの番だ。忍法瞬殺戦。ジャキン。何があったの？気ほどにもね。かっ。じゃらいじゃらい。忍法毒斬り。忍法アベノマスク。アベノマスク？自民党。今頃役に立った。なかなかやるじゃねえか。お前もな。だがこれからが本番だぜ。忍法分身の術。する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 。あまりも似ていて見分けがつかん。その名もゴリゴリスーパーコロナ保険。万一コロナに感染したら即座に5回までワクチンが打てる保証が得られます。5回も？でも俺もう2回打っちゃったんだよね。大いに越したことはありません。ゴリゴリです。でもかかってから打っても遅いんじゃ。大丈夫です。何しろ中国製ですから。ゴリゴリです。中国製？副作用の心配は？大丈夫。万一副作用が出たらあなた一人だけ蔓延防止措置が発令されるという特約がゴリゴリ適用されます。俺だけにマンボウが？俺入っちゃうかな。俺いかん。分身が完全に営業トークにはまっている。どうだどうだ。こうなったら必殺忍法、風の呼吸、鼻の肩、うりゃへっ、くしゃろへっ、くしゃろへっ、くしゃろへっ、くしゃダメだ。はい、くしゃか。こんなに鼻肩引いちまった。くそー、こうなったら、忍法、水虫の呼吸、足の肩、うりゃべっちょ、べっちょ。
光月総代新菊斎先生だ。新菊斎、どうりで互角。どうだ、この際仲良く分け合うっていうのはよかろう。何ですって。やめなさい。何？誰だお前。モモンガ流忍者杉がくれ太蔵。杉がくれ太蔵。薄口政治評論家のあれか。それは杉村太蔵。私は杉がくれ太蔵。おい、モモンガ流なんて聞いたことがあるか。いいよ。おいお前、誰に教わった。モモンガ流光月総代足が臭い。足が臭い。バカにしてんのか、この野郎。俺の足の脱いでも嗅いでろ。足が臭い、足が臭い。本当ですってば。そんなことより、そこのお方に手を出すと面倒なことになりますよ。何？ここなるお方は戸隠流忍者の総帥うさんくさい先生の一人娘、望月千代目様でございますぞ。望月千代目、これが望月千代目。伝説のくの市か。レジェンド。バラしちゃダメじゃないか太蔵。これからが面白いところだったのに。冗談じゃねえよ。くの市なんて危なくて抱けるかい。しかも三歳の娘の期待にはお見事いたしました。真田忍者の顔はみんな知っているつもりだけど見ない顔だね。どこのものだい。忍者が身の上を話すのはご法度だが、どうせ忍びの道を外れたもの、これも何かの縁だ。唐沢玄馬って忍びがいたっていうことを、同じ家業のあんたらだけでも覚えていてもらえりゃ、この世に生まれた甲斐があるってもんよ。俺の先祖は代々かつての岩櫃城主斎藤家に伝える忍者だった。しかし真田家によって竹山城に追い詰められ、上古丸様と一緒に竹山てっぺんの大天狗から飛び降りて死んだのだ。それ以来、真田に復讐するっていうのが我が家の家訓になった。しかし知っての通り、この辺りはすっかり真田が根を張っちまった。対抗勢力がなけりゃ食うにも困る始末。こうなったら西の方に落ち延びて、豊臣でも徳川でもいい、真田と逆のどこぞの家にでも雇われようと思っていたところよ。一生涯真田は敵ってこと。およ、それが俺の生きる道ってもんだよ。俺もよ。何？俺の名はバルタシン。俺の先祖は代々沼田家に仕えてきたが、沼田家が滅ぶと沼田を治める奴が目まぐるしく入れ替わる。その都度俺たちは寝返って生きながらえてきた。そんな折沼田は真田の城になった。前の城主の家来はことごとく死罪。さすがの俺も今度ばっかりは寝返る間もなく首をはねられることになった。が、この有田信玄、忍術の腕は鍛えに鍛えて、まさに首をはねられようってところを間一髪、相手の刀を奪い取り、逆に首をはねて逃げおせたってわけよ。が、即座に真田によって俺の首に懸賞金がかけられた。以来お天道様の下は歩けなくなっちまったのさ。そう、
弱みに紛れて逃げてる間、俺はとくとく考えた。これまでの俺の人生、寝返りの連続だった。てめえの心情は何ぞ邪魔になるだけ、もうとうとうすら思わなかったよ。だが、こうして誰につくこともできなくなってみると、誰かのために生きるなんざバカバカしくなっちまった。ならいっそ、てめえの恨みを晴らすためだけに生きようって思ったのさ。そう、真田の親父か息子の二人、誰でもいい。どれか一人でも首をかいてから、あの世へ行こうって心に決めたのさ。よくわかるぜ、その気持ち。乱世は忍者の生きる場だが、俺らのようにてめえの心情に従って生きる奴にとっちゃ住みにくい世の中よ。ああ、だがな、どうにも焦ってしょうがねえんだよ。自分の意思とは関係なしに世の中は移り変わる。信長から秀吉、そして今度は家康へと移り変わろうとしている。それを見てるとなんだか知らねえが焦るんだ。焦ってしょうがねえんだよ。まあ仕方がねえや。どんなに優秀な野郎だって日の目を見るとは限らないんだ。大蔵、お前はどうなんだ。え、お前は今誰についている。どんな人生を送ってきた。あ、いや、その…逃げ足の速いだろ。厄介なことになっちまったよ。どうした。実はな、ここに来る前にな、ちょいとやんちゃしてきてな。やんちゃ。ここから南に一里ほどのところにある中山城、徳川軍が投入してた。ああ、あれか。そこに徳川秀忠愛蔵の暁っていう名馬がいてよ、額のところにこう赤い三日月の模様があるのよ。それを見てたらどうにもこうにも欲しくなっちまってな。俺は馬大蔵を売る行商人に化けて陣中に入っていったんだ。世に名馬と呼ばれる馬数多かれど、この暁ほどの馬は他になかろう。ほんと惚れ惚れする美しさでございます。ただこの馬は人を選ぶ。生半可なやつはすぐに奮い落とされてしまうのだ。先だってもう調子に乗ってまたがったやつがあったが、瞬く間に真っ逆さま、大きなタンコブをこしらえてすごすごと帰っていきよった。情けないですな。おとき指導じゃ、試しに乗ってみるか。とんでもない、いや無理でございます。とても無理でございます。物は試しじゃ、乗ってみ。ご勘弁くださいまし。そうだ、タスケ殿が乗ってみせてくださいまし。え、タスケ殿ほどの名士ならばきっと乗りこなせましょう。見せてくださいまし。いや、見せてやりたいのは山々なんじゃが、ちとタンコブが痛みおるのでな。タンコブ、ひょっとして瞬く間に真っ逆さまに落ちたってのは助け殿。まあその大豆、馬大豆、馬大豆はいらんかね。お、面白いこと思いついた。親父、ちょっと来い。いかほどご用意いたしやしょう。大豆はいらん。ちょっとこの馬に乗ってみ。おら、牛だって乗ったことねえだに、馬だなんておっかねえ。やだ、やだよ。大丈夫、大丈夫。おとなしい馬じゃ。女子供だって簡単に乗るぞ。お侍さん、おら、おっかねえ。やだ、やだよ。う
来なくなったらその大豆全部買ってやるぞ。買ってくれなくたっていいのに、ほら、やだ、おっかねえよ。大丈夫、乗っけてやるから。ほら、私。ああ、ほら、兄さん。管理してくれ。管理してくれ。せーの、はいさ。火に油を注ぎやがった。何？真田は徳川を裏切っただと？あ、知らなかったのか。知っててやったのかと思ったぜ。いや、全く。俺は単に馬をいただいたついでに仲違いさせてやろうと。だって、真田は徳川についていたはずだぜ。会津の上杉角勝を討って進軍中の徳川の主力を担ってるって聞いてたが。うん、それが徳川の勝手な上杉攻めに起こった豊臣が徳川を潰そうって言うんで伏見で規制を上げたんだ。それにいち早くこうして真田が徳川を離れたって噂だ。はあ、ドンピシャだったってわっか。なんせ豊臣はもう落ち目、これからは徳川の世になろうってことは誰の目にも明らかなのにな。そのままついてりゃいいのに。真田はバカだ。コロコロ寝返る真田らしい。豊臣にいらぬ恩義でも感じているのか、それともただのしがらみか。だが一つ不思議なことがある。ん？真田全部が徳川を離れたわけじゃねえ。なんだって？徳川を離れたのは親父の正幸と次男坊の雪村二人、長男の信行は徳川に残ったらしいぜ。親兄弟で敵味方に分かれたってのか。うん、一枚岩のような親子だったのにな。そうか、信行の奥方は徳川家康の娘の小松姫だもんな。裏切れるわけがねえ。おうよ、上州は加賀殿下だな、逆らえるわけがねえ。はあ、わけがねえ。いや、女っていうのは怖いね。親子の仲も引き裂いちまうんだから。何でも小松姫ってのは相撲取りの真っ青の巨漢で、うん、顔中にひげが生えてるらしいぜ。え、気色悪い。大方信行を土俵にして四股でも踏んでんだろ。どすこい、どすこいって。真田がどうなろうが知ったこっちゃねえが、生きるってのはなんでこんなにも難しいんだろうね。食い物さえあれば人は生きられるってのにさ。で、その投げ文にはなんと追ってか。ゆう、なんと書かれてるのでございますか。忍び帽子。読めるだろ。あ、いや。どうした無言が理由。これはちょっと流派が違うようでございます。流派？流派だと？この忍び文字は共通の暗号のはずだが。あ、いや、その泰造はまだ忍びになって日が浅いのさ。
じゃああんた読んでみろ。伝説のくの市、望月強みなら読めねえことはあるね。私もしばらく離れてたからね。さーて、何だったっけ。合言葉を言ってみな。山、川、猿、犬、浅間のいたずら、鬼のふんどし、剣と前橋、糸をおかし、怒る文豪、頭固い、世の塵洗う、有馬温泉、有馬温泉、違ったかしら。よりによって有馬温泉だと。ライバル持ち出しちゃいけねえな。ライバル？世の塵洗うのは島温泉だろ。島温泉、しまった、島だけにしまった、なんちゃって。おい、おとなしくしまえ。どうしてるんだよ。てめえら一体何者だ。まさかこの辺りの百姓でもあるめえ。あ、本当のこと言ってもらおうか。てめえら二人くらい殺すなんてな、わけはねえんだぞ。おい待て、こいつら真田の家の者じゃねえだろうな。何だとしたら厄介だぜ。さっきの話を聞かれたからには生かしちゃおけねえな。どうなことになっちまった。仕方がねえ、まずは敵城を視察だな。おっと、これはな、火遁の術の一種で、少しでも動けばボン爆発する仕組みだ。命が惜しけりゃ、俺たちが戻ってくるまで動くんじゃねえぞ。今はもう姉上ではございません。失礼、小松殿。はい、雪村殿。本当に一人で来られるとは、危険にも程がある。仕方がありません。信行様とあなた様がこうして敵味方に分かれてしまったのですから。信行様不在の折、あなたとお会いすることを家臣が許すはずがありません。それに私は家康公の娘とは言っても、元は本多忠勝の娘、その辺の女子とは鍛え方が違います。彼らをなめてはダメです。この状況で二人の忍びを相手にしたら、私とて守りを押せる自信がありません。心配には及びません。自分の身は自分で守りますから。何がおかしいのです。しんべヱの話を思い出してしまって。どすこい。あいつら絶対後悔させてやるわ。この局面でそんな口が聞けるとは頼もしい。さすがは忠勝殿の娘だ。でもこれは少々うかつでした。大道峠のこの家はしばらく空き家になっていることを確認していたのですが、運が悪かったのでございましょう。彼らとてたまたまここに居合わせたのです。そんなことより、話とは、我々の沼田城入りを拒まれたあの一件ですな。ええ。いやいや、天下の真田昌幸を相手に切ったあの短歌、しびれましたぞ。
こうして危険を冒してまで私に会おうとされたのは。お父上、いえ、正幸殿の真意を確かめたかったのでございます。兄上不在の沼田城を奪う意図のありやなしや。はい、信行様は目下遠方の地、もともと多くを語らぬ人ですから、状況が全く分からず、やむを得ず今は敵方となってしまわれた雪村殿に直にお聞きしようと思った次第です。大胆なお方だ。私に斬られるかもとは思わなかったのですか。はい、雪村殿はそんなことはいたしません。お見通しというわけですか。いいえ、信頼しているのです。あなた様なら誰にも告げずに一人で来てくださると思っておりました。よろしい、そこまで買いかぶっていただいてはお答えしないわけにはまいりますまい。父上にも私にも対はありません。兄上とたもとを分かち豊臣についたこの状況、今後二度と孫の顔は見るかとはないやもしれぬ素朴な時事心で立ち寄ったのです。本当に？天地神明に誓って。父上は小松殿のお振る舞いに痛く感激しておりました。武士の妻はかくあるべきよと。よかった、それを聞いて安心しました。西へ向かわれる前に必ず孫の顔をお見せに参りますとお伝えください。おう、それは喜びます。しかしまずはこの局面を何とかせねばなりませんな。申し訳ございません、面倒なことに巻き込んでしまって。いいのです、おかげで優秀な忍びを二人手に入れられるかもしれない。え、しかし彼らは真田を目の敵にしています。もし私たちの身分が知れたら。戻ってきました。とにかく私に任せ。おとなしくしてたじゃねえか。いい子だ。どうだ。ああ、大道峠の方に徳川の旗印が見えた。暁の蹄の跡を追ってやってきたんだろう。主君の馬を取られて血まなこになって探してるって様子だ。数はおよそ60。そっちは？裏山の森の中に忍びが潜んでる。忍びが？ああ、数は10。挟み撃ちされてるってわけか。70体に多勢に無勢だ。どうする？逃げるか？この状況じゃ無理だ。今さら馬を返しても許してくれるわけでもねえしな。大変、俺たちは家康に反旗を翻した真田の家臣だと思われてるんだからな。皮肉なこった。まったく。なんだよ、しょんべんか。今忙しいの。ちょっと我慢しろ。あ、いいえ、その60の徳川軍と10の忍びの者たちは味方同士なんですかね。ええ？もし味方同士なのだとしたら、そんな風に兵と忍びを対峙するように配置するでしょうか。夜はただでさえ相打ちが多くなる。とても危険だ。大体馬一頭取り返すのにそんなに兵力を傾けるでしょうかね。忍びを10人も用意できるのであればそれで十分じゃありませんかね。確かに。忍びの者たちが徳川軍かどうか確認しましたか。できるわけねえだろ、忍びだぜ。もしそれぞれが別の目的でここを取り囲んでいるのだとしたら。別の目的？雇い主が。
別ってことか。かもしれない。とすると忍びは上杉か。それとももっと別の手のものか。別の手のものってどこのどいつなんだよ。わかりません。我々を餌に徳川軍をおびき寄せようとしているのかも。俺たちを餌にだと？怖いんですか？怖かねえよ。さっきの異性はどこに行ったんです？そういうお前こそ、さっきの耳はどこに行ったんだよ。おい、お前何者だよ。さっきは嘘をついてすみませんでした。実を申しますと、私は兵法家の見習いでしてね。兵法家？予策か。それは兵法です。兵法って言うと戦の陣形なんかを考える。そう、戦の指南役です。私の能力を買ってくれる主君はいないかと諸国を巡っているのです。こいつはひょんなことから連れ添うことになった女房でしてね。え、夫婦だったの？ええ。来やがった。これはいよいよ4人で戦わねばなりますまい。だってたったの4人だぜ。しかも1人は女と来てる。そうなめたもんでもありません。こう見えて相撲を取ります。相撲かあ。女子の女は怖いね。覚えてらっしゃい。どっちにしたって多勢に無勢だい。どうすりゃいいんだよ。僭越ながら私が指南いたしましょう。何？私の戦術とあなたたちの忍術で一つこの局面を乗り切ってみましょうよ。4対70でか。ええ。勝ち目はあるってのか？やってみなければ分かりません。雪、いえ、太蔵殿。戦は駒の数ではない。戦術6部、兵力3部、残りの1部は気合と時の運です。この世は小さなものの集まりでできている。こんな小さな舞台でも案外大きなものを動かせるかもしれませんよ。さっきの投げ踏みには何と？速やかに馬を返し退却せよと。なるほど。ではまず馬を返しましょう。馬を返す？ええ。そんな今さら馬を返したってやつらがおやおや引き下げるもんけ。惜しいんですか？なんだ。馬と自分の命とどっちが大切なんですか？そりゃてめえの命に決まってる。でもよ、あれだけの名馬をもったいねえ。惜しがってんじゃん。だってさ、このとこに赤い三日月の模様がついてんだぜ。ただで返すわけじゃありません。え？横乗り、つまり敵に乗っていないと見せかける乗り方はできますか？もちろん、大得意さ。では、これを暁の尻の穴に入れて。尻の穴？なんだいそりゃ。下剤です。下剤？まず暁に下剤を与え、横乗りして徳川軍の中に突っ込みます。で、適度に暁を暴れさせてください。徳川軍は裸馬が解き放たれて、興奮して突進してきたと思い込むでしょう。まず暁をおとなしくさせようとするはずです。すると暁がクソを振りまき始める。そこで新兵衛さんが姿を現し、手近にいる混乱した敵兵を誰でもいいから5人切り捨ててください。5人切り終わったら暁に乗って戻ってきてください。いいですか？きっちり5人ですよ。それより多くても少なくてもダメです。なんで5人なんだよ。
今それを説明している暇はありません。しかしここには平行たる確固とした理由があるのです。これでしょっぱな敵の半分を潰すぐらいの痛手を与えることができる。私を信じてください。何が何だかわからねえが、わかった、了解だぜ。だが泰造よ、忍びの方はどうする。そんなことしてる間に何をしてくるか。それが見たい。何？その間に彼らがどう動くか、それによって彼らが誰の手のものかがはっきりします。玄馬さん、それをつぶさに観察して報告してください。何があっても手を出してはなりません。黙ってこっそり見るだけです。もし攻めてきたら。私の勘が確かなら彼らは今は攻めてきません。兵法の確固たる理由ってやつか。そうです。分かった。結構、始めましょう。おう、おう、あたつけ、ちょっとひとっぱしに行くからな。その前にワクチン、すぐ予約できたんだ、取ったんだよ。まだな、人間だってな、打ててない人いっぱいいるんだけどな、今日は特別、大間さんに特別だよ。な、ちょっと大間さんを押しにチュッて、ちょっとだけ痛いからな、チュッて。一回見たから熱は出ないからな、ちょっと我慢しろよ。そのまま様、いい子だ、いい子だ。ちょっとごめんよ。ズボン！ああ、痛かったな、痛かった。間違って下手とこさっちゃったよ、まったく。大丈夫だ、大丈夫だ。本当にお前は名馬中の名馬だよ。行ってくるぜ。おう、決まるよ。頑張って。任せとけ。戦場で迷いがなくなります。新兵にとって混乱している敵を5人切ることはたやすいことです。しかしあと1人、もう2人いける。この迷いが命取りとなる。最初に5人やれれば十分です。そして新兵も無事生きて帰ってこられるでしょう。あなたは大したお方です。雪村殿が一緒であればどんなにか心強いでしょうに。この隙に次の策を練らなければ。
寝返ったとのことでございます。何ですって。それで信行様は。信行様も同じく。いえ、親方様はお二人と決別され、このまま徳川に加勢いたすとのことでございます。決別。わかりました。下がって休みなさい。はっ。なんということことに。信行様は私がいるがために。だとしたら私は申し上げます。真田昌幸公並びに雪村公がお好きになり、御台様にお目にかかりたいとの由にございます。中へ入れたのですか。いえ、親方様より何人も城内に入れてはならぬとのご指示があり、表門の外でお待ちいただいております。よろしい。何があっても決して中へ入れてはなりませぬ。はっ。薙刀を持ちなさい。はばかりながら、御台様のでございますか。他に誰がおる。早く。はい。気を取られてる隙に投げてきやがった。投げてきた。なぜ。見せて。よかった、それほど深くはないわ。きっちり仕留めてきたんだろうな。いや、泰造の言った通り手は出さなかった。俺だって反撃しようとした。だが泰造の言葉がその手を止めたんだ。バカ正直にもほどがある。おい平岡、攻撃しつこないはずじゃなかったのかよ。おい黙ってねえで何とか言え。殺されかけ
たってのに手を出さねえとはどんな作戦なんだよ。俺たちはな、将棋の駒じゃねえんだよ。玄馬さん、忍びは何回手裏剣を投げてきましたか。三度だ。何人からですか。三人だ。三人一斉に。いや、一人ずつ。一投目は右をかすめ、二投目は左、三投目が真の像に飛んできた。それを間一発背負けてここに命中よ。その後の攻撃はなかったのですね。ああ、それっきり元の通り静かになっちまった。おかしいな。何がです。だってそうじゃねえか、手負いの人ほど怖いものはねえ。きっちり仕留めるってのが鉄則ってもんだ。それよ、こんな中途半端に。そうなんだ。それが俺も腑に落ちなくてな。正直に言えばもう一度やってきたらやり返すと思っていた。だがそうか、彼らの標的は徳川軍ではない、我々です。何だって。おいおい、やっぱり挟み撃ちじゃねえかよ。今のままだとそうなります。やべえ、やべえぞこりゃ。おい、忍びはすぐに火を使うぞ。もし、もし火を使われたらここはひとたまりもねえぞ。火か、そいつはまずい。水だめ、水だ、とりあえず水だめ、水だめ、水だめ。このなめなめ、なめにとりあえずおしっこだ。出が悪いよ。お前らも出せよ。早くしろよ。大丈夫ですよ。まもなく雨が降りますから。雨？本当だ。すげえ。すげえな、おい。お前は天気予報士か。石原良純か。そらジローか。そらジローは横でゆらゆらしてるだけです。そんなことより、平方家が天気を計算に入れるのは初歩の初歩です。あんたはすげえな。玄馬さん、利き腕は右ですね。ああ、左腕でよかったよ、ほんと。分かってて左をやったんです。なんだって。そんなことより、次の作戦です。お二人、松屋には持っていますね。ああ、もちろん。私も少し持っています。それを小分けにして油紙で包んでください。そうですね、2、30あれば足りるでしょう。お二人はそれを持って東の崖から下に降り、しばらく闇に潜んでいてください。ほどなくすると雨が止みます。それを合図に徳川軍がここに向かってくるでしょう。お二人の前を徳川軍が通り過ぎたら、こっそり背後に回って松ヤニを適当な間隔で木の幹に塗り、片っ端から火をつけてください。全部つけ終わったら手近にいる敵兵を3人ずつ手裏剣で倒し、彼らの注意を引いたら爆薬を鳴らしてください。徳川軍は退路を断たれたと思い込むでしょう。その一瞬の隙をついて裏山の忍者たちに徳川軍を襲わせるのです。なんだって？忍者に？徳川軍を？襲わせる？ええ。どうやって？秘策があります。秘策？秘策？私の勘が確かなら、思い通りにことが運ぶはず。もし、もしその勘が間違ってたら、その時
は死ぬまでです。うん、死ぬまでだ。このままじっとしてたって死ぬんですもの。おーや、死ぬまでよ。おっしゃ、お前にかけるぜ。俺も私もここを我々の城とします。城、私たちの城。なかなか頑丈だ。俺たち4人の城か。頼もしいじゃねえかな。仕方を見て分かりました。兄上がよこしたというよりは、小松殿が外に出るときは警護するよう申し付けておいたのでしょう。なんと。でもそれならばなぜもっと早く現場に襲われそうになったときに助けに来なかったのです？先に私がいたからです。え？あなたの見解
りかけていたのでしょう。そうこうしているうちに新兵が徳川軍を引き寄せて事態は複雑になってしまった。それでやむなく忍び文字の投げ文を打ったのです。暁を返すことで早いとこ徳川軍を引き離しあなたの身柄を確保したかったのでしょう。しかし馬を返すと見せかけて新兵が大暴れし現場がこっちを牽制している。試しに手裏剣を投げてみると見事に避けた。現場が相当な手だれだと気づくとともに反撃してこない不気味さに混乱したのです。あなたと一緒にいる者たちは果たして敵か味方かと。なるほど。二人が幕薬を鳴らしたら屋根の上にこの旗を立てて号令をかけます。雪村殿が？ええ、私が身を明かせば合点が行って動いてくれるに違いありません。しかし兄弟とは言っても今は敵対する身、彼らにとっては徳川軍よりむしろあなた様の方が敵になりましょう。いいえ、きっと協力してくれます。なぜでございます？我々は兄上と敵対したわけではないからです。え？それは、それは一体どういうことでございますか？とてもとても混乱しています。敵味方に分かれたのに敵対していないとはどういうことでございますか？聞いてはいけないこととは重々承知の上ですが聞かずにはおれません。なぜ親兄弟でたもとを分けたのですか？皆が言うように私がいるがために信行様はあなた様方と別の道を選ばれたのでしょうか？本当はそれが聞きたくて私を呼び出したのですね。小松殿がいるからか。これは我ら親子三人の心の内にとどめると誓い合いましたが、この際です。洗いざらいお話ししましょう。きっと兄上からは一生聞くことはないでしょうから。石田三成が打倒徳川の我のことを決起したとのこと。なんと我々にも加担せよとの触れが届いた。家康が無断で上杉攻めに出たのを咎めるというのがその名分だ。もっか家康の命に従って上杉攻めに行く最中ではあるが、こうして人払いして親子を三人だけで話すのはこの日についてだ。ここで語られたことは一切他言無用。また親兄弟の上下関係なく言していい。
腹を割って思うがまま話せ。雪村、まずはお前の考えを言え。私からでございますか。そうだ。上に気兼ねすることなく好きに話すがいい。はい。私は幼い頃、上杉景勝公のもとに人質として送られました。しかしそこでは下におかぬ温かい扱いを受け、人質であることを忘れるほど楽しい思い出ばかりが残っております。まこと今思い返しても景勝公は素晴らしいお人でございました。それを打つなと、親に刃を向けるのと同じこと。しかし戦局は秀吉公なく家康公に背を向かれた豊臣軍は死に絶えも同然。徳川の世に移るのは時間の問題と思われます。真田家の存続を第一に考えるならば、このまま徳川軍の駒として働く道がなる。私はこのまま徳川につくべきと考えます。その言葉に一点の偽りもないと誓えるか。はい。よく言った。信行、次はお前の考えを言え。はい。私もこのまま家康公についていきたく思います。家康公に娘子をもらい受けた身ですが、小松はできた女、娘とはいえ幼女、もともとは本田忠勝公の娘でございますし、あやつの心の内では家康公を父と思う気持ちは薄いでしょうが、私が家康公に従いたいと思うのは、あれほどの人が私を認めてくれたからでございます。かつて上田で徳川軍と一戦を交えた折、敵でありながら私の戦いっぷりを認め、幼女とはいえ娘をくださったことにございます。家康公は敵味方を超越されたお方、目の前の戦いの先の先を見ておられる。私は家康公の思い描く未来をこの目で見たい。いや、この手で手助けしたいのでございます。その気持ちに一点の偽りもないと誓えるか。はい、天地神明に誓って。よく言った。よく育ったものよ。いっぱしの口を聞きおるわ。これなら心配することはなかろう。親父殿、この父の不甲斐なさにより真田家は時に力人に翻弄されてきた。あっちの顔色を見、こっちの目の色を伺って辛うじて生き延びてきた。お前たちも大層辛い思いをさせてきた。だがこんな俺だとて己の心情というものがないわけではない。もちろんでございます。聞け。は。俺は
なるが、俺の最後のわがままと思って許してほしい。もし万一戦場で出会うことがあれば、容赦はやん。赤の他人と思って切り込んでこい。お前たちの手にかかって死ねるなら本望よ。おやじ殿、どうか訳をお話しください。なぜ死にたいの豊臣につくのか。勝ち負けとは一体何だ。え、戦に勝つことは果たして正しいことか。俺は最近断るごとにそれを考える。乗車必須、人間いつかは衰え滅ぶ。連戦連勝の強者も寿命には勝てん。あれほど強かった信玄も病には負けた。信長も秀吉も天下を取ったからといったって結局滅びたではないか。家康とて例外ではない。ならば己の心に背いてまで戦に勝って何の意味があろう。己が信条に忠実に従って戦って死ぬ。武士にとってこれ以上の幸福はなかろうと思うんだ。それゆえ俺はあえて家康に反旗を翻し、経験と才能と知力を尽くして思う存分死に花を咲かせようと思うのだ。家康とは一方ならぬ因縁がある。ここにいては一つの駒として一生を終えることになる。真田の血筋をお前たちが守ってくれるというのなら何を迷うことがあろう。俺は安心して己が道を行けるというものよ。カルチャするぞ。今日限りお前たち二人を感動する。俺のことは気にするな。好きに生きるがいい。親父殿、今日まで世話になったら達者で暮らせ。どうしてもお気持ちは曲げられませんか。曲げられぬ。神仏をもってしてもたとえここでお前らに切り殺されようともな。お世話になりました。ご分お祈り申し上げます。お前もな。は。この雪村も己が信条に忠実に生きとうございます。どうか一緒にお連れくださいませ。生きるな。親父ばかりか弟までを敵に回せというのか。兄上を敵とは思いません。敵は他にあります。他に
私はそれを駆逐したい。おやじ殿のお言葉のおかげで目が覚めました。それが私の偽りなき志だということが今はっきりと分かったのでございます。天下を取るというか。はい。そんなお人に納められる世とはいかなる世でございましょうか。私は違う世を夢見ております。この戦国の世、どれほどの兵が、忍びが、民が便宜という言葉のもとに利用され使い捨てられてきたことでしょう。私は恩義を源に伝えよう、気づきたいのでございます。恩義、恩義だけでは天下は取れん。やってみなければ分かりません。私のこの体の奥底にある炎が今抑えきれぬほどに燃え上がっているのです。何をもってしても消し止められぬほどに。昨日頃、お前は泣き虫だった。お前は力が弱く、取っ組み合いの喧嘩でもちょっと音響を出せばすぐに泣き出した。お前が泣くと必ず俺が怒られた。兄上の体はまるで大岩のようでびくともしませんでした。私には
泣くよりほか方法がなかったのです。そんなお前を俺は一生守ってやらねばならないと思っていた。だがそれももういらぬことなのだな。兄上、これは決別ではございません。私はこう思うのでございます。人は皆目に見える大きなものでつながっているのだと。敵も味方もない、一時離れているだけのこと。もし戦場で出会うことがあれば精一杯戦いますので、どうぞまた胸をお貸しくださいませ。わかった。兄上をどうぞよろしく。はい、ご分お祈りいたします。聞くがよい。ここは真田の隠れ城ぞ。我こそは真田幸村なり。我が養父上杉景勝公に矢を向けるとは言語道断。天誅を受けよ。者どもかかれ。
日が沈み、月が昇り、月が沈み、星が現れ、忍びし者の闇となり、忍びし者の闇となり、夜闇にきらめく山吹となり、夜闇にきらめく山吹となり、あっ、おっ、あっ、あっ、うん、しん、うざん、あし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 、将棋の駒じゃねえ。あの言葉、胸に突き刺さったよ。やめてくれよ。照れるじゃねえかよ。どうだ、これを機に私のところに来ないか。どうした、あんたには惚れたが、真田には使えられねえ。俺もだ。そうか、二人は真田に恨みがあったんだったな。いかに戦国の世とはいえ、すまないことをした。私が詫びよう。切り捨てるがよい。切れって今ここでか。そうだ、躊躇があると痛いからな。苦しまぬよう、スパッとやってくれ。今までの恨みをすべて、過去もしがらみも何もかも、俺の命あんたに預けるぜ。俺もだ。よろしく頼む。なんだか生きる張り合いが出てきたぜ。負け組に使うってのや、ちげえで。失礼なことを言うな。私は天下を取るために豊臣につくのだ。え？この小さな戦は私が放った病の種だ。真田軍14人に対し徳川軍60人が撃退された。この真田という名の疫病は後々流行り病のように徳川軍全体を襲うことになるだろう。面白くなってきやがった。頼むぜ兄弟。こっちこそ。では小松殿、あいえ姉上、
道中お気をつけて。はい、警護の者はたくさんおりますのでご安心ください。小松？小松って沼田の？真田信之の奥方の？巨漢でひげ面で高殿下のね。どうすっかい！もう勘弁してくれよ。またすぐにお会いすることになるでしょう。お父上によろしくお伝えください。ほどなく孫の顔をお見せに参りますと。楽しみにしております。兄上にもどうぞよろしく。